ベルベルジュの駒澤です。本日も YouTube で商品紹介の方させていただきます。お問い合わせとご購入はベルベルジュのウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品が、明日ですね、16日夜21時に掲載される商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。ちょっと本日は、T シャツちょっと量多めでいきたいと思います。まずはじめ、トロピカーナですね。オニータボディ、サイズがラージですね。100% コットンの白ボディで、トロピカーナです。全体的に、かなりコンディションは綺麗な個体かなと思います。目立つような汚れとかダメージは一切ないですね。トロピカーナプリントいいと思います。夏に、ハワイアンシャツとかの下に、着て結構映えるかなと思いますね。ラージ表記大きめです。7800円と消費税ですね。続きまして怪獣たちのいるところです。こちらオールスポットの、刺繍のタグです。サイズが XL になっております。で、怪獣たちのいるところですね。小さい頃絵本で読んでた方もかなり多いんじゃないかなと思います。このグラフィックもかなりいいですね。でバッグは、シンプルに無地になっております。こちらオールスポートの XL ですね。かなり大きめのボディだと思います。僕だとかなりダボつくようなサイズ感になっておりますが、この辺ちょっと緩く大きめに着用してくれれば、かなり可愛らしいかなと思います。19,800円と消費税です。続いてウィリアム・ウェグマンですね。こちらフルーツの90年代サイズがラージになっております。犬を題材とするフォトグラファーウィリアム・ウェグマンのシリーズなんですが、白ボディっていうところですね。珍しいかなと思います。ほとんどが黒のボディだと思うんですが、白のボディの種類は結構少なめなんじゃないですかね。フルーツのラージ、いいサイズ感かなと思いますね。着丈も長すぎずいいフルーツです。お値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、スペシャルティ1着ですね。マーク・ゴンザレスです。タグがこちらにつきます。サイズがミディアムの表記になっております。ですが実寸でラージくらいありそうですね。結構大判でマーク・ゴンザレスのフォトが入ります。やっぱりファッション的にも、古着とかでも結構、影響力がある方だと思いますね。お好きな方かなり多いんじゃないですかね。でバックには、無地のタイプになっております。マーク・ゴンザレスバイゲイブ・モーフォード、おそらくマーク・ゴンザレスのブランドかなと思います。ミディアム表記ですが、僕だと全然ゆったりめに着用できるサイズ感ですね。こちらかなりいいグラフィックです。お値段がこちらは 39,800 円と消費税です。続きまして映画 T シャツですね。ザ・クローです。 M&O のタグがついてサイズがラージサイズで、ブラックのボディなんですが、こちら、袖が、ツートーンのようになってますね。違う生地をもともとおそらく使っていたんじゃないかなと思います。ですが縫製とかもオリジナルもので間違いなさそうですね。でザ・クローの、この実写の映画なんですが、ブルース・リーの息子ですねが映っております。でもう、亡くなられている方なので、これが遺作になるんじゃないかなと思いますね。でバックはこちら無地になっております。サイズ表記ラージで、これもいいサイズ感ですね。で僕かなり大きめに着用できると思います。ザ・クローの T シャツ、お値段がこちら 12,800 円と消費税です。で続いて、ブラウンバニーですね。タグがこちらにつきます。サイズがミディアムですね。2000年代には入ってるんですが、このベージュボディでブラウンバニー、かなりいいグラフィックですね。ヴィンセント・ギャロとかが、俳優として出てる作品ですね。でこれバックプリントもかなりおしゃれな位置に、文字が入ります。真ん中ではなくてちょっとずれてるのとかがいいですね。このベージュがかったボディの色味もいいかなと思います。ミディアム表記で僕は気持ちゆったりするくらいのサイズ感ですね。この辺も T シャツ出てこないと思いますし、かなり、グラフィックとしてもいい T シャツだと思います。これコレクタブルピースな T シャツですね。お値段が 39,800 円と消費税です。続いて音物ですね。まずはじめスリップノットです。サイズ表記がラージサイズになっております。黒ボディでスリップノット、この辺の年代の、メタルお好きな方かなり多いと思います。自分もそうなんですが、もう近年スリップノット、この辺りのバンドかなりお値段高騰してきてますね。結構3万円とかすぐいっちゃうんじゃないかなって個人的には思うんですが、その中でもこれかなりグラフィック両面ともにいいグラフィックが使われていますね。ヘインズのラージサイズ、僕が結構ゆったり着用できるサイズ感だと思います。スリップノット、お値段がこちら 19,800 円と消費税です。
続いてウッドストックですね、フェスの T シャツです。こちらサイズが XL、白ボディで、ウッドストックのこちら94年ですね、もうエアロスミス、グリーンでナインインチネイルズと結構もうメンツが、豪華で、結構いいバンドが出てる、時のものですね、グラフィックも、定番ですがいいグラフィックかなと思いますね。こちらもサイズ大きめです。僕は全然ゆったり着用できるサイズ感かなと思います。この辺やっぱり、ロラッパとかもそうなんですが、その年によっていろんなグラフィックがあってお好きな方とか集めてみてもいいと思います。こちらお値段が 12,800円と消費税です。続いてメタリカですね。こちらタグは欠損してしまっております。ブラックのかなりサンフェードした墨黒のボディで、メタリカ、パスヘッドデザインのものですね。メタリカの T シャツも結構数は多いと思うんですが、これその中でも、ちょっと珍しめないいグラフィックのメタリカかなと思います。両面に入るパスヘッドデザインかなりインパクトあっていいですね。このボディの墨黒の感じもかなりいいと思います。でこれボディ結構大きめです。全然 XL かなと思います。表記は XL で間違いなさそうです。こちらコンディションも日焼けぐらいで、ざっくりですが状態はいいかなと思います。お値段が 29,800円と消費税です。続きまして、レイジですね。レイジアゲインストザマシンです。こちらタルテックスボディでサイズがラージになっております。グリーンのボディで、このレイジのメンバーのザックが、推していたこのメキシコの民族の、独立運動の時の、兵隊がプリントされている、ものですね。でこの字体が全部アメリカの国旗の字体になってて、やっぱレイジアゲンストザマシーンらしいような感じですね。レイジらしさがあっていい T シャツだと思います。でグリーンボディ、やっぱりロック T シャツの好きな方、白ボディ黒ボディ増えていっちゃうと思いますが、この緑のボディいいですね。プリントも大判です。タルテックスのラージサイズ大きめです。お値段が 25,800円と消費税ですね。続いてこれかなり、いい T シャツですね。これエミネムに見えるんですが、こちらは、ヤンコビックの T シャツですね。ヤンコビックのエミネムのパロディです。顔自体もかなり似てますね。フルーツのサイズが XL です。ニルバーナのネバーマインドだったり、スリラーとかですね、もう結構有名な作品をどんどん、パロディにしてアルバムのジャケットの写真を使ってるヤンコビックなんですが、このエミネムデザインかなりいいと思います。こちらサイズ XL で、これも僕が全然ダボっと着用できるいいサイズ感ですね。身幅もしっかりあるボディです。ヤンコビック、お値段の方がこちら 25,800円と消費税です。続いてマンソンですね。タグがウィンターランドのタグがしっかりつきます。サイズがラージサイズですね。黒ボディで、もういいですね。メンバーのグラフィック、かなりいいと思います。マリリン・マンソン、このもう字体とかもかっこいいですし、もうシンプルに、かっこいいですね。音源としても僕も、大好きなバンドなんですが、こちら99年の時のツアーのものです。このモノクロのバックのプリントもかなりいいですね。結構つらいと思います。こちらウィンターランドのラージサイズ、僕がゆったり着用できるくらいですね。着丈が若干短いボディなので、僕くらいの身長の方とかだといいシルエットで着用できるかなと思います。マンソン、お値段がこちら 29,800円と消費税です。続きましてスマパンですね。ザ・スマッシングパンプキンズです。こちらアンビルのサイズがラージ、パープルボディでこちらの、スマパンですね。このバンドもやっぱりもう T シャツによってはもう本当に手が出せなくなってるくらい、値段の高騰が激しいバンドではあるんですが、このパープルボディ、この色物の、ボディもかなりいいですね。両面にプリントがしっかり入ります。アンビルのラージサイズで、僕がゆったり着用できます。これもかなり身幅があってボックスなシルエットになります。こちらお値段の方が 39,800円と消費税ですね。続きまして、ピンクフロイドですね。こちらは、対のものになります。ブロッカーのこちらのタグがついてサイズが XL ですね。黒ボディで対のプリントです。で、こちらは、ユーロボディですね。ヨーロッパのツアー94年のものです。両面に入るプリント、これもいいですね。ピンクフロイドもお探しの方かなり多いと思います。アルバムのジャケ写が入っているものは結構店頭でも動き早いイメージですね。ブロッカムボディ、僕結構大きめに着用できるブロッカムですね。ちょっと小さめなサイズ感多いと思うんですが、これ結構いいシルエットだと思います。
お値段の方がこちら3万9800円と消費税ですね。続いて、これも早い者勝ちですね。アンビルの巻きタグ、サイズ表記がラージです。ソニックユースからもう洗濯機ですね。青ボディでしっかりタグ付きの、プリントもいいですね。やっぱり定番で有名ではあるんですが、お探しの方本当に多いかなと思います。バックは、もう当然無地ですね。シングルシングルの縫製でもう特に言うことはないかなと思います。お探しの方ラージ表記ですし、ぜひ行っていただきたいですね。僕で合わせても全然ゆとりを持って着用できるいいサイズ感です。この辺背高い方とかでも、ちょっとチーミーが出てるボディなんですが、背高い方でもこの小さめサイズで着用する T シャツとして持っておいてもいいと思います。お値段がこちら3万9800円と消費税ですね。続きましてウエスタンシャツです。 H バー C のものですね。サイズがこちら15ハーフになります。でグレーと白で、いいストライプになっておりますね。一番上掛けボタンで襟芯も入ってます。小ぶりな襟で60年代頃ですかねのディティールです。でこの、グレーと白のストライプの間にこの金の、ラメラメのストライプも入るっていうかなりおしゃれな作りになっております。でバッグも同様に柄が入って、全体的にユーズドのコンディションではあるんですが、これもまだまだ着用できるかなと思いますね。今ですとジャケットの下のインナーとかでかなり重宝する色使いかなと思います。 H バー C ですね。ウエスタンシャツこちらお値段が、9800円と消費税です。続いてちょっと季節外にはなっちゃうんですが、かなりいいシャツですね。こちらのタグが付きます。80年代頃ですかね。サイズがミディアム表記になっております。ポリコンのボディで、黒ボディでこのピンクのドットですね。ドットの大きさもかなりいいですし、このボタンダウンの仕様で、オリジナルの、ショートスリーブ、かなりいい配色ですね。ドットはやっぱり、古いボディでお探しの方もいると思うんですが、60年代頃とかのドットって、割と着づらい配色とか、微妙な配色って多いと思うんですが、この黒とピンクめちゃめちゃいいと思います。ちょっとエロいような感じですね。こちら80年代頃でサイズはちょっと小さめです。僕がジャストサイズくらいになります。ドットお値段が1万9800円と消費税です。続いてリバースイーブご紹介いたします。こちら90年代のサイズが XL ですね。ちょっと切れちゃってますが、しっかりアメリカ製です。で、このグリーンボディっていうんですかね、結構退色してて、かなりいい色味になってるかなと思います。色味としてリバースイーブとしても、見かけない色だと思います。でこちら目なしのデザインです。レアカラーの目なしで、かなりの雰囲気系、全体的なサンフェードだったり袖口のほつれ、かなりかっこいいと思います。こういうのこそ、コンディションがいいものできれいめに着るっていうよりかは、あえてこういうポップな色味を、このボロボロで着るっていうのはかっこいいかなと思いますね。こういう色味だったらダメージジーンズとかでも全然おしゃれに着こなせるかなと思います。こちらお値段が1万5800円と消費税です。続きまして、これも雰囲気系ですね。80年代のサイズ 2XL の個体になります。グレーボディで、もう襟元からですね、結構袖口もですね、ほつれ全体的にあったり、このプリントの部分ですね、破れとあったりするんですが、こちらも、どんどん着ていっていただいて、ダメージとか増やしていたら、中に黒の T シャツとか着たらかなりレイヤード入ると思います。染み込みのプリントですね。雰囲気は極上だと思います。でバッグは無地ですね。 2XL サイズで僕がダボっとなるようなサイズ感です。結構大きめのボディです。こちらお値段が1万2800円と消費税です。で続きまして NBA ですね。こちら刺繍タグのサイズ XL、 こちらもしっかりアメリカ製ですね。これも結構ポツポツとダメージがきてます。 NBA のシカゴブルスですね。ブルズ、こちらもバッグは無地になっております。このチームもののアメリカ製かなりいいですね。で袖口の C マークがちょっと剥がれちゃってて、袖口他にもポツポツとダメージがきてるコンディションです。刺繍タグの XL、 僕は大きめにダボッと着用できるいいサイズ感ですね。こちらも値段1万5800円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットですね。こちらタグは欠損してしまっておりますが、もう 100% コットンで間違いないと思います。で、こちらプリントのこの、ラウンド
の感じかなりいいですね。チルドレンホスピタル&ヘルスセンターと書いてあります。子供の病院のものなんですかね。なんかおじさんにしか見えないですけど、いいプリントです。染み込みプリントです。でバックは無地になっております。でラグランで60年代頃ですかね。この絵が描いてあるプリントかなりいいと思います。白ボディで、目立つような、汚れは、そこまで多くないかなと思います。サイズが実寸でミディアムくらいですね。僕が、ジャストサイズくらいです。こちらの、60年代のスウェット、お値段が 12,800 円と消費税です。で続きまして、こちらもヴィンテージです。タグがこちらにつけます。 92% コットンですね。でサイズ表記がラージサイズになっております。でこちらネイビーボディで、ツートンのパーカーになります。このリブのみが、違う色のネイビーでこのツートンになってますね。この微妙なツートンかなりいいと思います。で一箇所ですね、ここにリペアがちょっと入っちゃってて、この分お値段がちょっと下がっているというようなコンディションです。でしっかりパーカーで、サイズ感も実寸でミディアムは全然あるかなと思います。僕だと気持ちゆったりくらいで着用できそうなサイズ感ですね。ツートンの落ち着いた色味かなり重宝すると思います。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きまして、バナリパですね。こちらバナリパの、ウールのパーカーになるんですが、じゃあ 100% ウールでサイズ表記は XL になっております。こちらブラウンのベースでウールですね。で下にこのポケットがしっかりついて、でフーディーですね、かなり大きめのフードがついて、ディティールとしてお好きな方はかなりお好きなんじゃないかなと思います。この下に、色の薄いフレアデニムを履いてウエスタンブーツとかでもうかなり、雰囲気ある格好できるんじゃないですかね。若い方とかこういう着丈長いサイズ感お好きな方いらっしゃると思います。お値段がこちら 15,800 円と消費税です。続きまして、ローレンのガウンですね。こちらにタグがつきます。で、ちょっとサイズ感小さめですね。こちらレディースサイズになるんですかね。こちら一番上が、止めれる仕様になっていたと思うんですが、ちょっとボタンが欠損してしまっております。でしっかり2つポケットがついて、グレーベース、チャコールベースの、いいネイティブ柄ですね。後ろもかなりインパクトありますが落ち着いた色味だと思います。こちら僕とかだったらまだ全然、ジャストか気持ち緩めくらいで着用できると思うんですが、ぜひこちら女性の方がヴィンテージネームの上とかに合わせてあげてほしいかなと個人的には思います。お値段がこちら 39,800 円と消費税です。で続きましてカウチンですね。めちゃめちゃいいカウチンです。ジップが、こちらライトニングジップですね。でノルディック柄になります。かなりいい柄ですね。でジップの開閉も全く問題ないですし、サイズ感も大きめでしっかり古いいい柄のカウチン。カウチンをお探しの方も、店頭とかで、ちらほら見受けられるんですが、そういう方とかにも、ぜひこの柄のカウチンいいんじゃないでしょうか。色味も落ち着いてるモノクロですし、程度も比較的良好な方かなと思います。こちらですね、お値段が 25,800 円と消費税です。続きまして、ナイロンのスタジャンですね。こちらのタグがつきます。サイズ表記が XL ですね。でオールブラックになります。スナップも、リブもで、このブラックで、ワッペンが一つもつかないですね。それが、このジャケットのミソかなと思います。だいたい胸にワンポイントとかでワッペンとか刺繍とか、ついちゃうんですが、もう全部無地、オール無地のブラックで、もうさらにはこのリブとかも大体も白いラインとか入っちゃうんですが、もうそれもないっていう、もうかなり締まります。スタジャンですがカジュアルになりすぎない、サイズ XL でもう一番いいサイズ感ですね。こちらお値段も、お安めです。7800円と消費税ですね。続きまして、ドジャースですね。この形いいですね。サイズが 2XL めちゃめちゃいいですね。青ボディでこのフルジップでハイネックのリブがつくタイプです。ハイネックもディティールとしてかなりかっこよくて僕好きなんですが、フロントに、ドジャースですね。もう定番の青ボディで、袖に LA のワッペンがつきます。背中はもう完全に無地ですね。これも着やすそうだと思います。肩がしっかり落ちてくれる形ですね。着用した時のフォルムがかなりかっこいいと思います。アディダスの ATP とかに近いような感じで、着てあげてほしいですね。ドジャースのフルジップ、お値段が 15,800 円と消費税です。
続きましてヤンキースですね。こちらアディダスのタグがつきます。サイズ表記は下ですかね。ちょっと見当たらないんですが、こちらもおそらく L か XL くらいですかね。で、この下がジャージ素材の切り返しになってて、このアディダスのロゴもしっかり入ります。でフロントにワンポイントでヤンキースですね。このナイロンとこのジャージ素材の切り返しで、ハーフジップのアノラク、これも形面白くていいと思います。で後ろに、ニューヨークと入って、このアディダスのマークで、袖がこのラインですね。めちゃめちゃいいです。贅沢な、ナイロンのアノラックです。こちらサイズも、もう大きめにダボッと着用していただいて、このドローコードがついているので絞ってあげればシルエットかなり綺麗に整えられるかなと思います。お値段がこちら7800円と消費税ですね。続きまして、ダービーですね。ダービーオブサンフランシスコ、これジッパーがこのアルミのタロンジップ使えてて、結構古い個体ですね。でタグがこちらにつきます。オールドイングリッシュの、ダービーの初期のタグですね。この古いボディでサイズが42のロングになります。でこちらさらに、裏地が、ダービーの、このキャップショルダーの形だとやっぱり金のペイズリーが定番なんですが、こちら裏地がメッシュで中綿が入らないタイプですね。で僕もなんかすごい最近、ダービーにハマってて、結構着たいんですが、春先とかあったかくなってきたら、もう着れないんじゃないかなってちょっと最近、怖くなってるんですが、この、裏地中綿入らないタイプ、メッシュのタイプだったら春先くらいまで涼しく着用できるんじゃないかなと思います。僕も探しています。サイズが42のロング丈ですね。ロング丈も希少だと思います。細身で背の高い方ぜひおすすめですね。1点多少ここにうっすら、シミっぽいのはありますが、ヴィンテージの個体、ジップもボタンも、完品ですね。コンディションはざっくりいいって言っていいと思います。お値段がこちら19,800円と消費税ですね。続きまして、ショットのダブルになります。こちらバイカータグですね。サイズが46になります。いいサイズですね。ショットもなかなかやっぱ38とかが多くて、46くらいまで振り切って大きいサイズとなるとなかなか出てきません。で年代もそこまで古くないので、かなりコンディションは良好かなと思います。僕が持ってるやつとかだと、ここもうステッチ抜けて結構裏地が、剥がれてきちゃってたりとかするんですが、これもう両袖とも問題なさそうです。バックルもしっかり完品ですし、いいですね。サイズ46、こちら体格いい方だったり、ちょっとダボッと、ダブルのライダース着たい方、いいサイズだと思います。こちらお値段の方が、29,800円と消費税ですね。続きまして、 M48 の、ライナーになります。こちらにタグがつきますね。 M48 の、ライナーです。でこちら、ワンポケットがついて、もうシェルはないんですが、こちらもライナーのみでかなりディティールとしてもかっこいいので、これ1枚でも、かなり、真冬とかあったかいと思いますし、いいんじゃないでしょうか。でコンディションかなり綺麗ですね。内側の、ボアも抜けとか一切ないですし、フードとかも状態かなりいいのが映像でも伝わるかなと思います。でサイズ感なんですが、僕だとかなりやっぱフィッシュテールのライナーなので、ダボットはなると思うんですが、この辺大きめに着用したい方も多いと思います。もう全然このコンディションで出てこないかなと思いますね。お値段の方がこちら25,800円と消費税です。続きまして、 M65 の、フルセットですね。でこちらもコンディションかなり綺麗な個体です。でサイズがすみません、ちょっと見づらいんですが、こちらスモールレギュラーですね。こちらです。スモールサイズになっております。でコンディション、こちらデッドですかね。デッドストックだと思います。もうバキバキですね。でジッパーはアルミではなくてプラスのジップがつきますね。で、ライナーもフードももちろんついていて、もうこのコンディションですね。M65 も、やっぱりこういういいコンディションでお探しの方が多いと思います。ユーズド感がないともう張りがあって、もう全然、見栄えが違うと言いますか、もうかなりかっこいいと思います。でサイズも人気のスモールサイズですね。 XS が結構人気だったんですが、もう最近オーバーサイズをお探しの方も多いと思いますので、スモールサイズとかミディアムサイズとかでも全然需要は多いかなと思います。じゃあフルセットでデッドストックですね。
このコンディションもこういうサイズでなかなかないと思います。お値段がこちら5万9800円と消費税です。続きまして、遊歩道店からですね、ラルフローレンのコーデュロイのパンツです。こちらが、ブラウンの方ですね。まずはじめに、サイズ表記が内側に3230表記であります。でこちらの個体はもうコンディションは特に言うことないですね。コーデュロイかなり張りがあって、もうコンディション極上だと思います。でなんだかんだラルフのコーデュロイのパンツって結構おしゃれで、持っておくと重宝すると思います。こちら3327表記ですね。3327が実寸になります。股上がかなり深いので27なんですけど、実寸大体レングスで30くらいを履く方でも全然ちょうどいいと思います。こちらがお値段7800円と消費税です。続いてベージュですね。こちらはユーズド、結構ユーズドのコンディションになります。3432表記です。でこちらベージュですね。色味がベージュです。でちょっと股部分とか、ちょっと使用感があってっていうようなコンディションですね。ベルトループの周辺とかもちょっとスレがあったりはしますが、こちらもまあざっくり程度は、コンディションは綺麗かなと思います。コーデュロイ自体も、まだ全然ボディ自体は張りがありますね。こちらだと実寸がウエスト36インチでレングスが32インチくらいになります。こちらがお値段、6800円と消費税ですね。続きましてこちらも遊歩道店からですね、50年代頃の US エアフォースのパンツになります。でもかなり珍しいですね。ジップがこちらのジップ使われております。で、ちょっとウール地ですかね。で膝の部分にこのパッチがついてて、裾がリブの仕様になってます。形今履くとちょっと緩いシルエットになって、いいんじゃないですかね。上がベージュのちょっときれいめな、コートとかで、羽織ってみても面白いと思います。で、ベルトループがなくてこのバックルバックでウエストを調節できるような仕様になってますね。お尻の部分にはこういうパッチがあって、ディティールかなり可愛らしいかなと思います。ギュッと絞ってあげて女性にも結構おすすめですね。ウエスト実寸でだいたい32インチぐらいの方がちょうどいいサイズ感かなと思いますね。こちらエアフォースのパンツ9800円と消費税です。続きまして US メイドのディッキーズですね。こちらカラーがネイビーになります。でジップがちょっと古いジップ使ってるんですかね、タロンのジップがつきます。でこちら90年代のディッキーズですね。こちら後ろのセンターループが細いベルトループっていうところですね。アメリカ製の個体です。でこちらもユーズオンコンディションですが、まだまだ着用いただけるかなと思います。で実寸でウエストが33インチでレングスも33インチですね。カットオフしてあげてももちろんいいですし、結構溜めてロールアップしてもかっこいいと思います。こちらお値段が7800円と消費税です。続いてこちら、501のメキシコ製の個体になりますのデッドストックですね。こちら内タグなんですが、こちらですね、メイドインメキシコの表記があります。でフラッシャー付きのデッドストックですね。こちらサイズかなりいいサイズです。ウエスト31インチのレングスが29インチですね。もうフラッシャーとかも全て完備してあります。なんだかんだですね、このアメリカ製の501のデッドストックとかもいいサイズだともうかなりお値段してて、メキシコ製とかでも、色も全然いいですし、サイズもいいっていう個体であれば、こういう綺麗な状態からデニムを下ろしたいって方であれば、アメリカ製だけにこだわる必要も、正直ないのかなと思います。もちろんアメリカ製っていうのは、魅力的でロマンもあるんですが、気兼ねなく履ける、でもデッドストックコンディションがいいものがいいっていう方ではメキシコ製かなりいいんじゃないですかね。31ニックです。じゃあデッドストックでお値段が29800円と消費税です。続いて501のブラックです。こちら後染めのタイプで、こちらはアメリカ製ですね。3134表記になります。で色味スーパーブラックですね。洗いも、かかってはいるんですが、まだまだ色が濃いです。34表記ということもあってレングスはちょっと、長めの個体ではあるんですが、こちらもロールアップしていただいたり、この濃さですし裾上げしていただいても構わないかなと思います。実寸そのまま3134です。こちらスーパーブラックがお値段12800円と消費税です。
続いてヴィンテージデニムを紹介いたします。501の、WX ですね。リーバイスの501で、ベルトループオフセット、WX ですね。でこちら年代の方がスデキュラのリベットがカッパーですね。で、足長あるも、あったんですが、こちら紙パッチの破片がちょっと伝わりづらいんですが、こちら残っているので、まあ、レザーパッチではなく紙パッチの年代かなと思います。でスレキュラがカッパーなので、こちらギャラ入りの年代です。50年代後半から60年代頭の個体です。でこれもかなりいい雰囲気系ですね。この破れ方もめちゃめちゃかっこいいと思いますし、このリペアも丁寧に直されてるんですが、この色の落ちてる部分にこう横糸とかリペアの跡がうっすら見えるっていう、かなりいいリペアかなと思います。でレングスはオリジナルレングスです。チェーンステッチがちょっとほどけちゃってる箇所はあるんですが、こちらもまだまだオリジナルレングスですし、ちょっと補強してあげてもいいかもしれないですね。でバックポケットの部分も、ちょっと割れてしまっていて、こういうほつれがあったり、バックポケット部分もかなりいいですね。で股部分はこちらノーリペアですね。リペアがちょっと一箇所小さいのがありますが、この股部分はノーリペアです。でこちら実寸なんですけれども、ウエストが31インチでレングスが30インチですね。これもかなりいいサイズバランスなんじゃないかなと思います。レングスが30インチ以下っていうのが日本人サイズかなり合うかなと思いますね。お値段の方がかなりお安めですね。 WX ギャラ入り、4万9800円と消費税です。続きまして、リーバイスの 507WX を1点ご紹介いたします。こちらパッチは欠損してしまっておりますが、こちら見ていただくと、こちらイエローステッチで降りてきて、こちら下がオレンジのステッチになっていると思います。こちらイエローのステッチはここで切り替わっているということなので、こちらパッチがついていたレザーパッチの年代で間違いないと思います。で赤タブがこちら両面に印字されてますね。片面タブの年代ではないですが、501の WX でいうと両面レザーの年代ですね。50年代の個体になります。で、こちらサイズ結構大きめです。サイドにこちらハギがつきますね。実寸でこちらウエスト引っ張って40インチくらいあって、パッチ表記があったらおそらく42のチーミーかなと思います。でコンディションなんですが、こちら襟元も、多少の色落ちはあるんですが、ダメージにはつながってないです。ノーダメージのノーリペアですね。で色味がこちら、ある程度落ちてはいるんですが、深い色味っていうんですかね、かなりいい色ですね。で腕の部分うっすらもう蜂の巣も入ってきてて、かなり綺麗な縦落ち、色落ちはもう極上だと思います。で袖口の方も本当に多少のすれがある程度ですね。もうこれくらいだと本当に気になる方はほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと思います。で後ろもかなりいい色味ですね。ちょっと暗めなトーンというんですかね、いい色だと思います。でタブも欠損しないですし、もう本当にパッチが、最初の段階で取れてしまっているくらいですかね。でこちら実寸でもう全然40、ある個体なので、僕だとかなり大きめに着用できる個体になっております。その他でいうとコンディションは特に、言うことはないと思います。この極上のセカンドお探しの方にぜひおすすめです。サイズ合う方、この40インチ以上、42表記以上っていうのは本当に出てこないですね。いい色で、コンディションもいいセカンドです。お値段の方がこちら、69万8000円と消費税です。